皆さん、こんにちは。マスワークスアプリケーションエンジニアの乙部です。画像処理を行う際に特定の物質や領域を選択したいことがありますが、その方法として色情報による領域の分割はよく行われる方法の一つかと思います。このビデオでは色による領域分割を簡単に効率よく行える色の識位置アプリケーションのご紹介をします。これはバージョン R2014A で新しく入った機能になります。今、マトラボを立ち上げた画面になっていますが、コマンドラインからカラースレッショルダーと打っていただくか、もしくはアプリケーションタブから色の識位置というものを選んでいただくことで立ち上がることができます。それでは実際に使ってみようと思います。まず画像の取り込みが必要ですが、一番左にイメージの読み込みというアイコンがありますので、下矢印をクリックし、そのメニューを開きます。ファイルから読み込むか、マトラボのワークスペースから読み込むか、もしくは PC に接続した USB カメラから直接読み込むことができます。ここではファイルから画像を読み込んでみます。次に色空間の選択画面が現れます。色を表現する方法というのはいろいろなものがありますが、ここでは RGB、HSV、YCBCR、L スター、A スター、B スターが選択できるようになっています。一番よく耳にするのは、赤と緑と青の3つの成分で表現する RGB 色空間かと思いますので、まず RGB を選択してみたいと思います。そうすると、左側には取り込まれた画像、右側には赤、緑、青の各成分のヒストグラムが表示されます。例えば背景の紫色だけを残そうとした場合、赤、緑、青の各成分を紫領域が削れないように調整していきます。しかし3成分の上限下限でパラメータが6つありますので、調整にこのように時間がかかるケースもあるかと思います。そこで別の色空間を使ってみたいと思います。新規の色空間というボタンをクリックして HSV を選択します。 H と S と V の3つの変数で色を指定するのは変わらないのですが、色は風と呼ばれる色相1つの変数で表現します。 S はサチュレーション、彩度と言われる色の濃さになりますので、0だと色のないグレスケール、そこから大きくなっていくに従って色がしっかりついてきます。V はバリュー、暗い明るいの明度になります。色相の選択ツールは円盤状になっていて、同時にヒストグラムも円盤の外側に水色で表示されています。星色、ここでは紫色をマウスで選択していきます。白い部分は何か薄い色が任意についている場合もありますので、彩度をほんの少し調整してしっかり色をついている部分だけ選択します。背景や前景の切り替えや除外された領域の色の濃さの調整、そして白と黒の日画像での表示も可能です。また手動で色位置を調整する以外にも、色の選択メニューを使い指定したい色をマウスで囲むことで自動的に色位置の設定をすることもできます。例えば黄色い部分が欲しいときはその部分を選択し、色位置の検索ができますので、その後必要に応じてマニュアルで微調整可能です。また離れた複数の領域を選択することも可能です。最後にエクスポートメニューで画像をマトラボのワークスペースにエクスポートすることもできますし、また同じ処理を行う関数も生成できますので、それを保存しておき、次回から同じ処理を自動で行うことも可能です。このビデオでは、色の識位置アプリケーションのご紹介をしました。イメージプロセッシングツールボックスオプションにより提供されるマトラボの画像処理環境には、この他にも多くの便利な機能がございますので、皆さんの研究開発にぜひお役立ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。